たオープンしました。というわけで今日は厚木基地の日米親善フェス、なんだっけ、友好祭、友好祭春、あ、第7艦隊バンドですね。早速いろいろお迎えのバンド演奏とか、今日はあのあれです、航空機の展示とかもあるので、すごい人が集まっております。アメリカ人のお土産みたいな。それを日本人で。とりあえずすごく並ぶので急いでポークサンドの列に並びました。あ、これダメだ。飲み物挟む。よいしょ。あ、味付いてるのか。ポークサンドです。パンと肉って感じ。いただきます。食べよう。うん。パンと肉。うん。失礼しました。パンと肉だけかと思ったらちゃんとソース入ってました。ごめんなさい。これちょっとかけて食べてみよう。あ、うん、バーベキューソースだ。あ、おいしい。アメリカンレッドクロス救命の手ほどきを受けました。グッズもらいました。いい香りが漂っている。
八重桜がきれいに咲いている。横に並ぶ死じゃない。Thank you. Thank you. Yeah, ありがとうございます。 Thank you. Thank you. Thank you very much. Sure. Thank you. はい。一枚になります。プリサイズです。かわゆい。邪魔じゃん。こんなでかい。前がそれで後ろがあれでしょ。あのレーダーとか。Autograph, please.
私絵描いたの。ちょっとこの T シャツのクオリティなんで、それと比べたらこれもっといいよね。これがもっと高いの本当は。それより。じゃん。ソルティ T シャツを買いました。販売してたお姉さんのイラストだそうです。そしてそのお姉さんの旦那さんはパイロット。かっこいいでしょ。チキン焼き鳥。あっさりしてないんだよ。あ、おいしい。じゃん。マウンテンデューコードレッド。わかる人にはわかる。あ、チェリー。美味しいです。というわけで、日米親善春祭りでした。厚木基地へ来て満喫しました。飛行機いっぱいね、すごいかっこよかったです。美味しいものもいろいろ食べたし大満足。それでは日本に帰ります。またね。おいしいです。割と馬力がある。